旧育野鉱山社宅前、育野鉱山両馬車道は、明治時代前半に、兵庫県にあった間接の馬車道。別称は、育野鉱山道、近年は、銀の馬車道ともいい、経済産業省の近代化産業遺産、文化庁の日本遺産に認定されている。育野鉱山と鹿間港を結ぶ道路で、鉱山関連物資の輸送のために、旧田島街道を、育野鉱山に招へされていた。 フランス人ギシジャン・フランソはコアニエ提案により、工部省鉱山寮が整備したものである。1875年に着工、1878年に竣工した。コアニエと同じく、イクノ鉱山に昇平されていた、フランス人ギシレオン失礼の設計により、当時ヨーロッパの最新技術であるマカダム舗装が取り入れられた。全長12里15兆。 道路幅は三軒三尺以上が確保され、馬車などの車両がすれ違える福音とした。日本初の高速作業道路とも言われる。1895年に万端鉄道が鹿前駅の間で開通したため、物資輸送の主力は鉄道にとって変わられた。馬車道としては1921年に廃止となったが、その後も道路として利用された。現在でも国道号などの一部に、 当時の面影を残している。2006年頃から銀の場所や道プロジェクトとして沿道周辺に残る歴史遺産の整備が進められようとしている。将来市神崎郡上川町神崎郡、市川町神崎郡福崎町姫路市。ありがとうございます。